あなた運がいいんだって。ケンケン先生、悪人乾燥学のファッション編を楽しませてもらっていましたが、T アップの長谷川さんの服装について見ていただけますでしょうか。関西の一部ではファッションリーダーと言われているそうですが、私には893にしか見えませんということですね。皆さんね、長谷にご存知ですかね。これはちょっとね、関西ローカルになってしまうんですよね。これですね、まあ、おしゃれ番長、長谷にと言われてるんですけども、大阪で有名なね、漫才師さん、T アップっていう漫才師さんなんですけども、これシャツも奇抜じゃないですか。まあ、こんな風にファッションのですね、でもね、これね、いい機会かと思って採用させていただいたんですけども、これはね、もうこの長谷にの場合はファッションイコールネタになってるんですよ。こういう服を着てですね、みんなに突っ込まれるのがですね、もう長谷にはネタになってるんですよ。で、まあ漫才師ですけども、これ込みでおもろいってなってるんで、だからもう普段着かどうかがちょっとわかんないですね。もう狙ってきてるのか、写真撮られるの目的で来てるのかわかんないんで、まあこれは、なんていうんですかね、まあ芸人の衣装と思ってもらった方がいいですね。なんで悪人関数枠には役立たないですね。やっぱり普段の衣装で、こういう芸能人とかですね、芸人さんとか、あとはもう人に見られる職業の服装はですね、たとえ普段着てたとしても、まあそういう人に見られるからそういうのを着てるっていうのもあるんで、そこら辺はですね、あんまり参考にならないですね。普段のその人じゃなく、例えば、まあジャスティン・ビーバーさんとかですね、レディー・ガガさんとか、あそこら辺もなんか普段もなんかいかつそうな服着てますよね。とんでもない服着てますよね。なんでまあタトゥーとかも入ってますよね。ジャスティン・ビーバーも。でもあれはもうそういうのを含めての人に見られる職業ですから、だからあれはあんまりこう当てにならないですね。だから一般人の方が服装とかですね、アクセサリーとかで見えるのありますよね。そう、新庄もね、前なんか空港かな、はいすげえ服着てましたけど、あれはやっぱりもう見られる人なんで、そう、有名人は別ですよね。ちょっと長谷にもそうですし、レディー・ガガとかもヒールね、かかとのないヒールとか履いてこけてましたけども、そういうのは含めてのあのキャラですよね。まあそうそう、加納姉妹もそうですよ。デヴィ夫人とかもそうじゃないですか。その一応テレビには映ってないですけど、外に出たら見られるじゃないですか。そうそうそう、ハモスさんもやってますね、ハモスさんも。そう、DJ ハマーでやってますから、そこら辺も含めてネタですね。ハモスさんの DJ のあれも含めてのネタなんで、よく来るんですよ。YouTuber のこの人がこの時計つけてましたとか、ルブタン履いてましたとか、僕はね、その言われる、僕に報告される YouTuber さんも、それはやっぱ金持ち系 YouTuber とかで売ってはるので、あんまり一般人のですね、服装、通常の普段着とは言えないんですよね。いくらカメラとか撮影がないと言っても、外に出たらですね、目撃されますから、で、みんなもう iPhone にね、とかスマホにカメラついてるじゃないですか。だからもうパシャ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 撮られますから、普段貧乏そうな服着てたりですね、貧しそうなね、ザ・金持ち YouTuber って言ってるのに、貧しそうな格好してたらですね、あ、嘘やんけとかなるじゃないですか。まあプロ野球選手とかはね、基本ね、ガチでセンスの悪い人が、そうそう、トップガンさんのように、プロ野球選手はね、普通にダサいセンスの悪い人が多いです。これはもう間違いないですね。昔から新地とかでよく着てましたけども、本当にアニマル柄プリントの服とかね。で、必ずみんなちっちゃいバッグ持ってるんですよね。金貸しが持つバッグですね。なんかオーストリッチなんとかね。で、金のね、ネックレスつけてですね、もうプロ野球選手のオフシーズン、まあ新地とか銀座とか飲みに行ってる格好は最高にダサいですね。でもあれは反面教師でいいと思いますね。あれだけは人間がしたらあかん服装してるんで、昔ね、ドルガバとかが結構そういう出してたんですよ。今はもう多分ね、そこまでダサいの出してないと思うんですけど、昔はそう、ドルガバとかがね、まあ20年、30年前ですかね、アニマル柄プリントのですね、ジャージみたいな。で、一般人からしたらですね、もう要するに動物の絵描いてあるジャージなんで、高そうに見えないんですけども、案外そのすごい値段するんですよ。上下で30万とか。だからそれがいいんでしょうね。見えなさそうに見えて、実は高いみたいな感じの。それで、まあ、ぶっといですね、金の騎兵ネックレスつけてですね、金の指輪つけてですね、集金用のセカンドバッグ持つわけですよ。あれが多分この世で一番ダサい格好なんですよね。あ、そうそう、ベルサーチ、そう、ジュリアンさんよくわかってますね、ベルサーチとかね。そうそう、ヨウさんもよくわかってます。そう、なんかね、めっちゃ耳が垂れてるワンちゃんなんですよね。れがね、あれこの世で一番ダサい服装なんで、皆さんね、体育祭で借り物競争とかでね、ダサい人連れてこいみたいなですね、レースがあったら、新地とか銀座でですね、プロ野球選手を探すといいですよ。たとえベッタでゴールしても優勝にしてくれますね、借り物競争。一日遅れでゴールしても、あんた優勝やわってしてくれますから、借り物競争でね、ダサい人間って書いてあった場合は、ぜひ、関西の人は新地に、関東の人は銀座に向かってください。オフシーズンなら必ずいるので、絶対に優勝できますね。未だに変わってないですからね。何なんですかね、ずーっと受け継がれてますね。そのセンスがすごいダサいんですよね。でも多分、本人はかっこいいと思ってきてるんですよ。ダサいと思ってないんですよね。だって騎兵ネックレスも、そういう服装もですね、結構高いですからね。服も2桁万円は絶対しますし、今のパターンだったらルブタン履いてますね。必ずルブタン履いてですね。あとは、ドクロとかですかね。フェンディのモンスターとか、ドクロとかがど真ん中にドーンってきてますね。そうそう、モルルニーさんのようにドーンときてます。真ん中にドーンがいいですね。それかもう散りばめられてるかどっちかですね。覚えておいてください。でっかいのドーンか、無数パターンかですね。はい、だからそこら辺が、センスがね。わかります。新庄さんはね、もうちょっと別ですね。新庄はもう新庄ファッションですね。はい、だから、オンリーワンですかね。レディー・ガガとかと一緒ですね。新庄は新庄ファッションですね。あれはもう、独特ですね。だからそこら辺は、長谷にも、これ見てもらったらわかる通り、統一感が一切ないのでね、もうネタやと思いますよ。長谷には。で、これが結局、いっぱい取り上げられたりとかですね、されるので、番組に取り上げられるので、本当にでもこんなに服買ってたらお金がね、なくなると思いますから、金を沸かしたらですね、レンタルとか、服屋さんからね、ちょっと借りたりとかもしてるのかもしれませんね。あと、これ言ったら引くかもしれないんですけども、見てもらったらわかると思うんですけど、背景一緒ですよね。見てわかりますかね。これ吉本の本社なんですかね。なんで、これは言ったら、なんていうんですかね、芸人潰しというか、潰しになってしまうかもしれませんけども、正直別の服で着て、ここの前で着替えて、ここ通る時だけこの格好っていうことも考えられますからね。これね、例えば前やってました、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日でやってましたけども、下手したら同じ日に撮ってるとかね、そういうことも考えられるので、全部、なんていうんですか、テレビのこととかね、そういうことを信じるとですね、多分、毎日ここまで変えるって難しい。靴とかも全くちゃいますからね。横の部屋とかね、服屋さんとかね、セレクトショップの人とかに来てもらったりとかね、そんなんして、ここ通るときだけここ通ってくださいみたいな、まとめ撮りとかね、してる可能性もありますよね。毎日、他の人も通るんで、邪魔になるじゃないですか、毎日撮ってたら。っていうことも考えられますからね。これは一種のネタですよ、ネタ。おもろいネタですよね。はい。ということで。ちょっとね、これ潰しになるからね。あんま言いたくなかったんですけども、種を明かせば、そういうことやってるかもしれませんからね。はい。ということで、ようこさん、ありがとうございました。動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録お願いします。パワーストーンはただの石。質問いつでもお待ちしております。